ね、このもう看板も昔から続く、ね、老舗感出てますね。今回は中庄駅前にあるグリル松島、学生の町のうまいご飯屋さんとして知られております。学生に大人気のチキンカツがこちらです。いやー美味しそうな、美味しいですね、すごい柔らかい、めちゃめちゃ美味しいです、今日はね、地元の JR 中庄駅前に来てます。久々ですね。またなんかこの地元感、落ち着いた地元感、昔と変わらないですね。でね、今日はね、ちょっとね、気になるお店改めて行こうかなと思います。まあ、この辺結構ね、洋食屋さんとか、まあ、お弁当屋さんとか、まあ最近では結構な、なんかカフェができたりとかしてるんですけど、まあ学生の街というのもあるんですけど、今日はもう老舗の洋食屋さん、定食屋さんかなに行こうかなと思います。本当に以前も行ったんですけど、ちょっと変わったのでというか、看板がね、新しくなったんですよね。ちょっと見えにくいですけど、こんな感じでございます。看板をね、ちょっと最近変えたというツイッターの情報で、今日はこちらにお邪魔しようかなと思います。もうあらかじめね、あの撮影許可は、いただいておりますので、ね、このもう看板も昔から続く、ね、老舗感出てますね。じゃあ早速入っていこうかなと思うんですけども、なんか唐揚げ食べ放題ありますね。まあ学生の街だけあってということなんですけど、ね、この日にちがね、限られてるということで、今ご紹介してもちょっと厳しいのかなということで、ちょっとおすすめメニューを今日頼んでみようかなと思います。じゃあちょっと早速入っていきましょう。失礼します。すいません、よろしくお願いします。失礼します。店内の様子がこちらになります。懐かしの喫茶店、まあそんな感じでしょうね。美味しい料理が出てきそうな雰囲気ありますよね。いやー楽しみです。すいません、あのなんかおすすめちょっと聞きたいんですけど、なんかこれが一番出るとか、なんか一番出るというか、はい、あ、じゃあチキンカツですか、やっぱり。僕はチキンカツ一番好きで、あ、まあ、じゃあでもお好きなものを食べていただいて、はい、一番と言われたらやっぱりチキンカツにしましょうかね。お願いします。すいません、ありがとうございます。今度ソースは縦ソースを使われてるんですか。いや、縦ソースあーなるほど、縦ソースもチョイスできるってことなんですね。有名な縦ソースを使ってるとはさすが。縦ソース、これ玉島のメーカーさんのものなんですけど、玉島の港の方ですかね、旧市街の方に、まあ、店舗を置く老舗のこの縦ソースです。普通のソースになるんですけど、めちゃめちゃ美味しいっていうことで評判で、あんまし、ね、ソースの癖がなくて美味しいんですけど、激辛、ちょっとなんか学生の心というか子供心を注ぐような、そんな激辛ソースなのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらでございます、チキンカツ。
結構ねボリュームがありますね、まあ、いろんなおすすめはあるんですけど、まあ、カツカツだけにチキンカツいいじゃないですか。プラス50円で大盛りにできると。朝鮮焼きですかね。朝鮮焼きも有名なんですよね。朝鮮焼きは有名です。有名なんですよね。わかりました。じゃあ次回ちょっと朝鮮焼きを挑戦したいと思います。はい、ごめんなさい。うん、かなりのボリュームで、ね、優しいソースで、なんか洋食屋のキリンカツという感じで、鶏肉のね、もうかなり柔らかいです。美味しいですね、すごい柔らかい。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しいです、うんうん、このかけソースを激辛なんですけどかけてみようかなと思います。よし、初回にいろいろな要素が入っているので、どうしたら正解が気になるのか。いただきます。うん、辛いですけど、まだまだ、まあ、いけますね。でもこの元々のソースとのバランスがいいので別に辛くても、まあ、なんとかなるよ、ね、という感じでしょうか。本当にごちそうさまでした。いろいろありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとまた朝鮮焼きに挑戦言わなく言いたくないですけど挑戦しに行きます。しっかり食べてください。それでは失礼します。よしよし、いや美味しかったね。まあなんか税込みで価格、まあ、800円とか700円とかなので、まあ、知る限りではかなり安いのかなと。中庄市、倉敷市わからないですけど、かなり安いのと味が優しい、肉質も優しいということで、ぜひね来てほしいですね。ちょっと駐車場ね限界があるんですけど、まあ中庄駅あるんで、そこからねちょっと来たりとか、まあ駐車場ありますね、目の前に中庄駅にね。まあいろいろ試行錯誤しながら来てください。非常に美味しいのと、オーナーさんも YouTube 見てるということで、すごいいいというか親切な対応をしていただきました。ありがとうございます。気持ちよくね撮影できました。まあいろいろねやっぱこのご時世ですからね、難しいところあるんですけど、ぜひテイクアウトもありますので来てください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。